こんにちは、みなです。本日はですね、これから秋冬にかけていきたいなと思うシンプルなんだけどどこかちょっとおしゃれな要素のあるアイテムご紹介していきたいと思います。はい、ということで本日はボンジュールサガンさんとのコラボレーション動画になるんですけれども、これでコラボ動画は3回目かなと思います。なのでもう毎回お伝えしているのでご存知の方も多いかと思うんですが、こう大人が着れるこうシンプルなでもちょっとデザインが効いたようなアイテムが揃うブランドで、それでいてすごくねプチプラ買いやすい価格っていうのが特徴かなと思います。本日ご紹介するアイテムも6000円台までとなっております。秋冬物でね、その価格ってかなり買いやすい価格かなと思うので、まあちょっと生地感だったりどんな感じなのかっていうのを詳しくお伝えしていきたいと思います。初めの商品が今着用しているこちらのニットですね。ちなみにボンジュールサガンさんのお洋服はフリーサイズのものが多いので、もうこのサイズのみになります。なのでこう私168センチが着てどんな感じなのかっていうところでお伝えしていけたらと思っております。こんな感じのベストのタートルのニットになっていて、ちょっとこう脇の部分がこんな感じでスリットが入っていて、ここにこう紐がデザインされているような感じ、ちょっとデザイン性のある感じなんですけど、でもシンプルですよね。こちらの生地がですね、アクリルとウールとナイロン、ポリエステル、ポリウレタンということでベストなんですけど、もう本当にこの胴体部分がすごくあったかいっていう感じで、生地の風合いとしては毛足が長いわけではないんですけど、ちょっと表情があるかなっていう感じの表面感になっています。ちょっとこれお伝えしづらいんですけれども、あのチクチク感なんですけど、あんまりねこれ多分1枚で着ることがない商品なので、この辺の、ね、肌のあたりはちょっとわからないんですね。で首の部分に関してはあのほぼね首に触れないんですよ。だからチクチクするかどうかっていう、あのしっかり触れたらチクチクする可能性がある生地かなと思います。なんですけどあんまり首に触らないので全然気にならないっていう感じで、丈感としてはこのお尻が隠れるぐらいなのでゆったりと着用できるかなっていう感じです。この中に着ている白いシャツも以前ご紹介したボンジュールサガンさんのシャツなんですけど、こういったなんか白いシャツに合わせるとすごく相性の良さそうなベストだなと思ったんですよね。商品ページでもそのように着ている方がいらっしゃってすごく素敵だったので、同じような感じで着てみました。すごくこういう着方おすすめです。私はユニクロ U の、 このレギンスのようなものにロングブーツを合わせてみました。はい、続いてご紹介の商品がこちらのニットでございます。これねすごく好きです。こちらがですねハイネックプルオーバーニットで、色味がちょっと木っぽいというか色ムラのある感じのナチュラルカラーになっております。この色味とこのデザイン質感すごい好きですね。私はこんな感じで本日はハーフパンツと合わせてみました。生地感としては若干ウールが入っているものの配合率が少ないっていうのもあってか、なんかそうチクチクっていうのはゼロじゃないかなと思います。もっちりした質感になっています。ただハイネックなだけじゃなくて、ちょっとこう横に広いハイネックなところもなんかおしゃれに見えるポイントかなと思いますね。目幅も結構しっかりあって、このゆるっとタポッとしたデザインすごく可愛いです。丈感これぐらいあります。これもお尻完全に隠れる長さ感になっていて、でなんかこう切り替えがあるんですよね。ここの部分にこう切り替えが入っているのと、後ろ側に真ん中1本スッとラインが入っていて、で肩は切り替えがここの部分にあるのでゆるっとしたリラックス感のあるシルエットかなと思います。で袖の長さは私でジャストっていう感じなので、もう少し身長が低めの方が着るともっとこうタポッとした感じで着用できるかなと思いますね。手にかかるぐらいあっても可愛いのかなと思うので、私は逆にもうちょっと腕まくりをしてここら辺をタプッとさせて着ようかなっていう感じです。シルエットも色味もデザインもすごく可愛い。なんかその 毛自体はこう結構目が詰まったようなニットなので、そんなにこう表情があるわけではないんですけど、この色味がちょっとムラがあることによって表情が出るニットになっているかなって思います。うん、すごく可愛い。これお気に入りです。はい、続いての商品はこちらの V ネックノースリーワンピースでございます。
こちら見覚えのある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、以前ボンジュールサガンさんの動画を出した際にもご紹介していたものです。ここまで V が大きく開いているノースリーブのワンピースになってます。アイラインのシルエットのワンピースで、で後ろの部分にポケットのようなデザインがある感じですね。このワンピースは割とこうピラピラではなく、しっかりとした生地になっているので、全然ね秋冬もいける素材感です。で、まあ、私が秋冬だったらもうこんな感じでシンプルにリブのタートルネックのニット、これ無印のものなんですが、こちらにスッと1枚で合わせていきたいなと思いました。で、今はちょっと長めのロングブーツと合わせております。もしかしたらね、以前のその夏の時に購入されている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もしお持ちの方はこんな感じで冬に合わせるのもとってもおすすめです。うん、シンプルなんですけど結構 V が深いので、ここがシャープに見えてすごくおしゃれに見える。丈感はこう、私168センチでふくらはぎ下のラインぐらいなので、もうちょっと低身長の方はよりそのロングなワンピースとして着用できるかなと思いますね。で、その幅とかもこれすごく細く見えるんですけど、そんなに細いあのラインでもないですね。私腰幅がすごいあるんですけど、それでもちょっと余裕がある感じなので、で生地感も伸びる生地なので、すごくねあの足さばきもいいし動きやすいです。後ろの下の部分にスリットも入ってます。こちらもおすすめ商品です。はい、続きましての商品がこちらのサテンフレアロングスカート。こちらチャコールグレーのカラーとなっております。ちょっとねブラウンとグレーを混ぜたようなカラーですね。そうで、これポリエステル 100% の素材感で、こうサテンの風合いのスカートになってます。私こういうサテンのスカートをちょっと一着欲しかったので、今回こちら選ばせていただいたんですが、とても上質に見えるサテンスカートかなと思います。光沢が強すぎたりとかせず、割とマットな風合いになっていて、そう上品な、ね、雰囲気なんですよね。長さ感としてはこれロングの丈なんですけど、私はまあ足首が見えるぐらいの丈感になってます。商品ページのモデルさんはもうちょっとこう長くてゆとりのある着方をされていたので、ちょっとね体型によって全然雰囲気変わるスカートかなと思います。私は結構腰もお尻もしっかりしていて、かつちょっと身長も高めっていうことで、結構ねぴったりめのスカートに見える。でも私こういう感じで履きたかったので、個人的には好きです。裏地がですね、ふくらはぎ中央ぐらいまで入っているので、上からここら辺までは2枚になってるんですよね。なので全然こう下着の透け感とか気にならないなと思いました。こういったサテンの素材って結構ラインが見えやすかったりすると思うんですけど、あのこのサテンの生地自体も厚めなんですよ。厚めの生地の中にさらに裏地が入っているので、想像以上に肉感とかその下着のラインを拾いにくい生地になっています。なのですごく履きやすいなと思いました。で、薄すぎる生地ではないので、これからの時期もねそんなにね寒くないと思います。ウエストにゴムが入っている感じで、生地もちょっと伸びる感じなんですよ。なので全然こうパツンパツンな感じじゃなくて、綺麗にこのヒップラインにも沿ってくれて、とても履き心地のいいスカートです。エレガントな。はい、続いてはこちらのワンピースでございます。チャコールグレーのカラー、焦げ茶にちょっとグレーみがかっているような色味になっているかなと思います。こちら ZOZO タウンシャツワンピースランキング1位掲載商品ということで、人気の商品のようです。丈感、私の足首上あたりまでありまして、ティアードワンピースなのでここからちょっと切り替えが入っているような感じです。で、前側がこう全部ボタンになっているので、全部開けて、まあ、羽織みたいにして着用することもできるし、前後ツーウェイということで、この後ろを前にして着用することもできるみたいです。おそらくですけどこっちを前にして着られる方が多いかなっていう印象ですね。で、私の場合はここ全部締めるとちょっとサイズ感的にタイトな感じになってしまうので、ここをちょっと V に開けてこの肩幅に余裕を持たせたいなっていう感じで、こういった着方をしております。肩幅がちょっとパツンとなるんですよ。
あと袖の長さも、まあ、ジャストっていうぐらいなので、もうちょっと私よりは身長が低めの方の方がなんかこうゆるっとした感じで着れるかも。で、生地がすごく素敵なんですよ。スウェード調というかちょっと肝がかった生地感になっているので、こう秋冬素材っていう感じで、でちょっとこうスウェード特有の光沢感というかを感じるので、なんか上品に見えるお素材かなと思います。ちょっとこのボタンの部分が月光みたいな感じになっていて、ちょっとカジュアルな見え方なのに対して、この生地感が上品な雰囲気なので、ミックスされてちょっとこなえた雰囲気に見えるのかなっていう感じですね。このワンピースはもう中に例えば私みたいにタートル着て1枚でさらっと着て、ロングブーツとか合わせてもいいのかなと思います。結構私が着るとカジュアルな印象に見えたので、ポインテッドトーのブーツを合わせたんですけど、すごくカジュアルがお好きな方はこういった先が丸いゴツめのシューズとかでも合いそうですよね。平均身長ぐらいの方が着ると一番なんかおしゃれな雰囲気で着れそうだなというふうに思いました。はい、最後にご紹介の商品がこちらのアルパカコンハイネックプルオーバー。こちらベージュのカラー、生地感がアルパカが 12% 入っているので、毛足長めのモケモケっとした質感のニットになっています。これがねすごく可愛いんですよね。このアルパカコン特有のなんか雰囲気ありますよね。なんかふわふわっとした感じ。首周りのデザインはね、ちょっとこうまた幅が広めでちょっとハイネックな感じになっていて、アームホール広めのゆるっとしたデザインです。で、肩のラインが落ちていて、本当にこうオーバーな感じの作りになっていると思います。全部出すとですね、こんな感じの丈感です。私だとお尻ちょうど隠れるぐらいで、ちょっと幅広な感じで下にズドンと落ちる感じで、ちょっとここに裾にスリットが入っています。で、チクチク感はあまり感じにくいタイプですね。私ちょっとこのタートル上から着ちゃってるんですけど、そのチクチクする感じではないですね、ほとんど。このベージュのカラーもすごくお気に入りです。ベージュって言っても割とホワイトより、オフホワイトみたいな色味かなと思います。商品ページのモデルの方が黒タートルと合わせてる方がいたんですけど、それがちょっとすごく素敵だったのでこんな感じで合わせてみました。全体だとこんな感じです。ユニクロの今季のウールパンツにショート丈のイーボラのブーツを合わせております。これハイネックって言っても首が結構出るタイプではあるので、首周りのこうチクチクとかが苦手っていう方でも着やすいニットかなと思います。このモケっとしていて、すごい大きく見える感じが可愛いですよね。はい、ということで本日はボンジュールサガンさんのお洋服をご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。このニットとってもあったかくて可愛らしくてお気に入りになりましたし、こちらのサテンのスカート、こういったシンプルなサテンのスカートをお探しだった方、とってもおすすめですね。下着の写りとかもあまり気にならないスカートなので、ヒップのサイズさえちょうど良ければとってもおすすめでございます。で、あとですね、こちらのニット、ちょっと今着ているニットと若干形が似ていたニットなんですが、ちょっとこう色がムラのある色味のニット、これもすごくいいと思いました。ちょっとデザインが変わっているところがすごく素敵だった。シンプルなニットでだけどちょっとおしゃれに見えるものをお探しの方はすごくいいと思う。あったかいし、チクチクする感じもしないし、とてもなんかバランスのいいニットだなと思いました。今回ご紹介の商品については ZOZO タウンのリンクを概要欄に貼っておきますので、気になる商品ぜひぜひチェックをしてみてください。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次のビデオでお会いいたしましょう。